よろしくお願いします。それではまずキックオフ前に両チームのスターティングイレブンを見ていきましょう。まずは 100% きちっと勝って集中していって、その後11月16日、これワード今シュートを狙いましたよね。そうですね、攻撃で強いからね。オーストリーゲットヘッド、しかし飽きた。その上気をつけなきゃいけないですね。ファールには注意したいですね。つける必要がありますね。中田中央、左に振る。秋田を前に誘います。ところですと奈良橋というアッカーを言います。中田が蹴る、直接決まった。秋田のヘッド、ディフェンダー秋田豊、ドンピシャリ、ドンピシャですね。本当にカザフスタン、これ2点目、2点ともカザフスタンですからね。秋田、そうですね、あの時もそうでしたね。さらに攻めを続けることができるでしょうか。カット、ワールドユース、そしてオリンピック、そしてこのワールドカップと次々に